久保さん。あのー、なんかあれっすね。久保さんのインスタ、さっきいいねしときましたよ。<laughs> なんかね、久保さんが出るようになってきましたね。<laughs> あのー、インスタでね、DM が来まして、あの、な、なんだっけな。まあ、さっきちょっとそれで動画撮ったんですけど、そう。YouTube のアドリブ、いつも YouTube 見てますみたいな。 でアドリブ感がめっちゃ好きですっていうねアドリブ感アドリブ感というかアドリブなんですけども <laughs> アドリブにしときましょうかア,デアドリブで稼ぐみたいなまあその動画でもちょっと言ったんですけどまああの同じことをやってるとやっぱ差別化にならないので別に台本を作ってその興味性を出してまあそのテンプレート的にこうやるっていうのは別に悪いことではないんだけどもみんなそれをね やってるので、結局そこに差別化がないと。で、今回メッセージいただきましたけども、もし僕が台本作ってね、あの、セリフ喋ってたら、アドリブ感がめっちゃ好きですっていうのは来ないですよね。うん。だからその、大衆の逆をいくっていうね、僕は好きなんですけど。<laughs> でもね、いろんな成功本を読んでると、結構ね、やっぱ思考とか考え方も大衆の,の逆なんですよね。うん。 だそそのそう青白王子の話ですけど、なんかそのヘズマリュウさんの話をしてて、そのだからだめなんだよみたいな、なんかそのヘズマリュウさんをなんか採用する、なんか、なんですか、採用するかしないかで、なんか論争、なんですか、なんかヘズマリュウさんが、あの月収百万くれる会社募集みたいにやってて、でそれでなんか、世論が、なんか、バズニュースがなってたらしいんですけど、 で、ヘズマリュウなんか採用してもダメだみたいなね、企業ブランドがどうのこうのみたいなね、まあ、そういう意見のが多くて、で青白王子があの、いやいやと、100万だったらクソ安いだろみたいな、<laughs> そのバイアス、認知度、その拡散力、うん、自分の商品を知ってもらうっていうところで、100万円だったらすげえ安くないみたいな、コストパフォーマンス高いでしょみたいな。 うん、だって知ら,知られないものは知られないっていう話でだからそれやっぱそのなんか見てる視点が違いますよね大衆はヘズマ流なんかを採用したら企業ブランドが悪くなるそんな誰が採用すんねんみたいな話だけどいやいや違うもの,のと考え方ですよねいやいやその認知度バイアスをかける上での、ね、スタートアップとして、まあ、それをヘズマさんを使って、えー、こうしね 知ってもらうっていうね。うん。そう。ほんとね、まあ僕もビジネスやってますけど、やっぱ知られないと、知られないので、<laughs> まず最初認知してもらう、知ってもらうっていうところで、まあいろんな企業さんもね、広告出すわけじゃないですか。新商品作ったとしても、誰もその CM をしなければ、ね、トヨタが、 まあ車とかもね、新車発表会とかありますけども、新車を作りました、だけど、何も発表しません、どうやって買うんですかみたいな、<laughs> 無理ですよね。だから、あの知ってもらうとてことは大事ですね、うん。だけど、その知ってもらうことは大事なんだけど、どのように知ってもらうかってことですよね、今度は、うん。みんなと同じような感じの人って認識するのか、ちょっと違うなって止まってもらうのかっていうところで、知ってもらうことも大事だし、どう知ってもらうかも大事だし。 まあいろんな大事な部分はあるんですけどね。いってらっしゃい。